ちょっと一服してきますか。喫煙所を見つけるとつい吸っちゃう愛煙家あるある。どうも、樹海動画です。千葉球です。今回もゆっくりナレーションです。よろです。今回の動画はどこから説明すればいいのかな。今登場している動画はこのサムネの動画の一部でありますが、動画のタイトルが絶望の道とか我ながらなんてタイトルをつけてるんだと今となっては正直思います。しかし何が何をもって絶望なのかって、それは人それぞれの尺度なのであります。この時俺はトイレを我慢していたのです。で、結局この通行止めの先は一体どうなっているのか。今回の一連の樹海探検でたまたまそのルートを通ったので、今回はそれを紹介します。ちなみに樹海というと心霊とか死体とかが主なテーマとなることが多いですが、実際は二人以上で潜っているとこういう他愛のない世間話をしていることの方が多いです。俺で、なんだよ。最初に上げた動画で、鳴沢の入り口の、なんだっけ、立ち入り禁止の柵、あれ、わざと映さないように、出さないようにしたんですけど、普通にサオさん出してて、あ、出していいんだと思って。ちなみにこの話は、単純に俺が気にしすぎってだけの話です。はい。風穴駐車場から富岳風穴までは普通に観光客が多いです。この先に見える小屋が富岳カザーナの入り口。一度待ち合わせの間に入ってみましたけど、何やらキノコとかを栽培していました。樹海周辺はキノコが名物です。精進民宿村に泊まると食事にキノコが出ることも多いです。それが楽しみなんだけど、精進民宿村以外ではあまりキノコ料理は出ないようです。富岳風穴の小屋を左に曲がります。やっぱりこちらは観光客が多いです。そういえば先ほど千葉球が多分この辺の動画使わねえんだろうなと言ってましたが、結局使ってます。モザイク、千葉球はモザイクを覚えた。やったね、タエちゃん。これであれをあれした時のコンプラ対策も安心です。ちなみに普段は駐車場の西側から樹海に入ることが多く、こちら側を通るのは、個人的には2回目か3回目くらいだと思います。スニーカーで入っちゃダメだろ、ここ。実際、こちら側は、駐車場の西側から入るよりも、道が険しいです。一度だけ、スニーカーで入ってみたことがあるのですが、すぐに足の裏が痛くなりました。ただし、富岳風穴があってわかりやすいためか、こちら側から出入りする人の方が多いようです。トレッキング中は、すれ違う人と挨拶します。しかし今の人、普通の婦人用の靴を履いて、赤ん坊を抱っこしながら歩いていたけど、普通におすすめはできません。地面がゴツゴツしていると、すぐに足の裏が痛くなり、それだけで疲労が溜まりやすくなります。なので、樹海を案内するときは、最低限トレッキングに合った、厚底の靴を勧めるようにしています。ちなみに、俺はスポーツショップで購入したトレッキングシューズを、H 氏は、御徒町の中田商店で購入したという、ベイツの軍事用ブーツを、それぞれ使用しています。あ、これ失敗したかもな。これ鈴つけると編集点がわかんなくなる。だいたい自分は、編集ソフトの音声の波形が編集点だと思っているのですが、実際は編集点が、わかりづらいということはありませんでした。外国からのお客さんです。ね、もしかしたら、米軍基地関係者と家族の一行かもしれません。樹海の遊歩道を歩いていても、ヨーロッパ系からアジア系まで、いろんな外国からのお客さんを見かけます。みんな大好き富士山。そして、油断したら再び険しくなる遊歩道。そうこうしているうちに見えてきました。去年、通行止めだったあたりのベンチです。このベンチです。というわけで、去年の11月末に封鎖されていた場所に到着しました。あの道の先は、結構険しい下りだったということです。あのまま進んでいたら、もしかしたら漏らしていたかもね。ちなみに、その後、我慢していたものを、どう解消したのか、それは秘密にしておきます。というわけでご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録とかしてもらえたら嬉しいです。